同じ率で、まあ、所得水準、同じ所得水準でということで考えますと、インドネシアやインドに要求されるのは、排出量をそれよりも急減させるということが今、要求されているわけです。というのが、お分かりいただけるかと思います。ここそが問題なんです。お分かりいただけましたでしょうか。それでは頭の体操ということで、問題の解決策をいくつか提示してみたいと思います。公平性のやと、それから野心度というのはコインの表裏派であります。3段階で進めていくということ、それによって交渉の構造を考えることができる、ある程度原則や指標について合意をする、そしてさらにどのように合意に向かっていくのか、交渉するのかを決めると、公平性をいわば議論の中心に置くということです。野心度とともに中心に据えていくということです。で、頭の体操ということは GDR と私は呼んでいます。温室効果開発権利ということです。何人かの方とチームを組んで、長年にわたっていろいろ研究を進めています。ここで強調したいのは、提案ということではありません。気候のレジームでは、これは主権を持つ国家間の交渉ということです。ただ、極めて野心度の高い全世界を動員して、京都の附属省について尊厳ある退場を願った後で、どういうことを考えるべきなのか、一応これはご参考のためにということです。各国のプレッジをちょっと大雑把でありますけれども、全世界の努力という中での公平な分担に応じてということで考えてみました。重要な概念は責任と能力指標ということです。国を附属省という形で分類するのではなく、2つの根本的な原則、CBDRRC、 歴史的な責任と、そして行動を取る能力、これを数値化するということです。そしてその数値化したものを基盤として、各国の指標を策定していく。これは世界の努力のうち何パーセント分応分の負担をすべきなのか、それが公平と言えるのか。で、能力の定義としては、20ドル、1日20ドル以上の所得、それあたり所得、これは、失礼、20ドル以下についてはもう死活的な生活ギリギリ以下の水準ということで、責任は負わせられないということです。で、1990年からの累積ベースのその排出量のその責任ということで考えると、あまり大昔に遡ってはならないということです。能力、責任だけではなく能力ということを問いますので、20ドル以下は問わないということです。いずれにせよ、どのような排出量であっても、消費で開発の域地以下、すなわち20ドル以下、1日20ドル以下は除外される、この計算の中から除外されるということで、歴史的な責任の中には含められないということです。ということで、こういう結果になります。で、開発の域地がここであります。インドがそうです。で、こちらは中国の域地であります。で、これはアメリカです。このほんの少しだけの所得、インドの開発域地の上、これがインドの能力と見積もっています。中国はかなりの能力を持っている、そして、アメリカは膨大な能力を持っているということです。で、これは動的なシステムであります。同じように責任についても、これちょっとざっとご覧に入れておりますが、日本とインドを比べています。特に今回の会合法でも意味ある比較だと思いますが、総排出量、日本の総排出量とインドの総排出量は実はかなり同程度の水準になる。しかしながら、インドの排出量のうち責任
ある排出量というのはほんの少しであります。と言いますのも、ほとんどは20ドルというか開発域地以下、もう極めて貧しい人々の消費による排出量ということで、これは歴史的責任の中に数えられるべきではないというのが我々の立場であります。ここでご覧に入れているのは、これは動的なシステムであるということを表しています。ここでちょっと指摘しておきたいのは、付属書ということはちょっと横に置きまして、脇に置きまして、でグローバルな取引が成立したとします。これはダイナミックな、常に変わる、常に動いていくディールであります。公平性の原則に基づいて、で歴史的な責任とそれぞれの能力に応じてということです。で常に算定をやり直す必要があります。と言いますのも、世界経済の構成が変わる、それにつれて計算は常にやり直す必要があります。でこれが能力の指数でありまして、2010年、でそれぞれのグループの国々で、2010年ですが、日本は 10%、 能力として 10% で、責任は 5%、 そして責任と能力の指標ということで 7.6 としています。でこれが2020年には下がると、で2030年にはさらに下がるということです。というのも、中国の責任と能力が世界全体の能力と責任の中の比率が上がるにつれて、中国も上がっていく、そして日本は逆に下がっていくということです。中国は2010年、責任と能力 5.4%、 それが 11.2% になるだろうと見込んでおります、2020年には。そして2030年には 16.4% になると見ています。ここで注目していただきたいのは、アメリカは 29% から 24% に同じ期間下がるということです。ということは、2030年にはアメリカはそれでも 24%、 世界の責任と能力の指数で 24% で、中国が 16% と我々見積もっているということです。2040年にはおそらく同じ水準になるだろうと見られています。申し訳ありません、メモ入れていただいて。さて、ちょっといろいろなグラフをざっとご覧に入れられるんですが、それはやめときましょう。少しスピードを緩めて、もう一度繰り返し主要な点をまとめてみたいと思います。今非常に緊急時だということです。2度目標、これが全世界のコンセンサスとなっています。しかしそれが危険だと、危険すぎると、極めて危険だということです。ただ理由があるわけです、2度目標にしたのは。というのも、それより厳しい目標は到底実現できないだろう、今の政治状況を考えればということがあっての数字であります。で付属書というのは歴史的には意味がありました。しかしうまくいってないというのも、交渉の道具としては全然うまくいってない。でダーバン以降明らかになってきたことは、我々は幅を持たせたアプローチを取らなければならないということです。義務をも負っている国で、透明性のある、そして普遍的に理解された公平性の原則に基づいた責任ということです。公平性の原則というのは、枠組み条約の中に CBDR 共通だが差異ある責任、そしてそれぞれの能力に応じてという原則が謳われています。ただ今我々が直面している問題ですが、我々がどういう行動を取ろうと、多くの国々は排出量をピークアウトさせなければならない、そしてその後急勾配で削減をさせていかなければならない、しかもまだ貧しい経済的状況に置かれたままでということです。ということは、問題はどうこれが実現できるのかということにつきます。3つの主要な公平性の原則が枠組み条約の中に盛り込まれています。十分性、それからこの
開発への権利と、そして共通だが差異ある責任ということです。開発といってもその意味についてはいろいろ異論があるということで、それをコンセンサスに導くためには長い時間かかるだろうということです。いずれにせよ途上国は本当に恐怖におののいているということです。科学的なさまざまな知見が示されているので、それから彼らが見るところの未来というのは開発、持続可能であろうとなかろうと開発の権利を奪われてしまう、そういう可能性があるということです。本当にそうであるべきなのか、我々も技術が使えるはずです。文明を救うための技術があるはずです。